ジロから右サイド中への展開、石光ヘディングで中、ここ少し流れたところ、さあ岩崎がボールを持ってシュート、さあ押し込んでいけるか、小山津落としてシュートを打つ。ここは京都が幸先よくチャンスを作っていきました。今のシーンです。ここ少しボール流れたところ岩崎見逃しませんでしたね。そうですね、枠の中に強烈なシュートを打ってきました。その後も小山津から最後は田中マルクス、今日はサイドバックの位置に泉が入っています。さあドリブルをして杉森がこの位置にいて、さあガブリエルだ、ガブリエルからラストパス、青木のシュート、ここは石水もカット。あとは非常に冷静でしたね。杉森のドリブルからチャンスを作って、ここですね、ガブリエル、シャビエルラストパスを出していきました。この岩崎もスピードがあります。中へのボール、ケビン落としてラストパス、シュート決めた、田中マルクス闘莉王3試合連続ゴール。古巣相手にしっかりとゴールを叩き込みました。これで1対0。ケビンの高さから最後は飛び込んで2試合連続のこのヘディングでのゴール、いやーこれも素晴らしい。ちょっと小さいところで回せるんで、もう少し展開していったら京都も守備しにくくなるんじゃないですかね。ここはボールを持ってチャンスを下に、中に青木もいる、田口からミドルシュート、弾いた、ファインセーブを見せました菅野。今みたいに同じ場所でつなげるも、ああやって展開していくとやはり京都は守りにくいと思います。しかしながら田口も強烈なシュートを打っていきました。田口からワンフェイントで、いやしかしここはボールを奪おうかというところ、エスペドロもいい守備を見せました。ただ簡単にボールを奪せません小林。ここまでのボール支配率は 55% と名古屋がやや優勢。さあ抜けていくぞ、ゴール前、シャビエルのシュート決めた、新加入のシャビエル、この日本 J リーグで初ゴール決めました。これで1対1。新加入のガブリエル・シャビエル、値千金の同点ゴール。いやさすが一瞬のあの隙、チャンス逃さないですね、はい、右足だったんですけどね。試合は振り出しに戻りました。まあただまだ前半ですからね。さあスペースに本田がボールが、ね、本田のクロス、キャビン、その後トゥーリオ、小山津決めた、勝ち越しゴール。トゥーリオに続き小山津が古巣相手にゴール、2対1、同点に追いつかれた後すぐさま勝ち越しゴールを決めました。京都さんがこれで2対1。トゥーリオはいろんなところにちょっと動き回りながらというところですが、さあケビンが中に入っていった、奥へのボール、ヘディング、エスクデロのヘディングでした。その後今度はシモビッチクリア、いやよく渋谷反応しましたね。いやそうでしたね、今のは渋谷はナイスセーブを見せました。右か左か、田口かシャビエルか、シャビエル直接弾いた、ここは菅野ファインセーブ、しかし精度の高いキックを蹴ってきましたシャビエル。いや精度は高いですね、はい。まあ、そして高さのあるくしびきもいますが、さあニアサイドシモビッチがクリア、そのセカンドボール拾えるか、さあ混戦だ、シュート出るか、シュート打った、トゥーリオ今日2得点目、これで3対1。ねえ、はい、本当のフォワードのような嗅覚のあるプレーですね。そうですね、ここに行けば点が生まれるってところに入っていきますね。あとは本当にこの、まあ、泥臭いじゃないですけれども、最後までこのゴールへの姿勢ですよね。鎌田ここは最後はタッチ終わりました。アディショナルタイム目安の5分が過ぎて、今長い長いホイッスル、サンガは後半戦これで初勝利をつけました。そして名古屋に対しては2002年以来、リーグ戦は15年ぶりの勝利を収めました。3対1、強豪名古屋に対してトゥーリオ、そして小山津が古巣に対して成長した姿を見せました。3対1で京都サンガ FC が勝利を収めました。